私の方からは骨を元気にする栄養ということで、今日は皆さんと一緒に、日々の食事の内容を確認して、カルシウムが多いかどうか、まあ、その辺を、一緒に、確認していきたいと思います。こちらのアンケートを、見ていただけばよろしいですか。夕食のメニューで心がけていることという、まあ、アンケートなんですけれども、いろんな、まあ、ことを心がけていらっしゃいますね。健康で栄養バランスを考え、そして簡単に手軽、それとあと夫好みだったり子供好みだったり、まあまあ皆さんいろいろ考えて、準備されているんですね。そんなお料理どんなものかと言いますと、内容的にはカレーだとか、あと麺類が多いですね。チャーハンだとか丼物、おにぎり、お寿司、まあまあいろいろございます。この辺のメニューが骨を元気にするか、そこを今日は少し、見ていきたいと思います。本日のメニューです。骨に大切な栄養素を知っていただいて、そして骨を元気にさせる食材、この辺を皆さんにお伝えしていきたいと思います。こちらのアンケート結果は坂本先生の方からお借りしているものなんですけれども、骨に大切な栄養素、まあ、どんなものが、挙げられますかというアンケートをしたところ、まあ、答えはこの辺なんですけれども、実はビタミン D、ビタミン K、リン、タンパク質、カルシウム、この辺が非常に大切になっているわけなんですね。カルシウムはなんとなく、大事だなというところをお分かりいただけるかと思うんですけれども、それはなぜかといいますと、人はもともと海の中に、いたわけで、海の中ではミネラルが豊富で、特に食べる必要もなく過ごしていることができましたが、進化していく中で陸上に上がっていって、で、カルシウムを溜め込まなくてはいけなくなってしまったんですね。骨を強くしておかなくちゃいけなくなってしまった、まあ、そんなところからカルシウムを貯蔵しておく必要があるということになるんですが、カルシウムを取ると、どういうふうになるか、もう先生方のね、お話で十分ご理解いただけてるかと思いますけど、食事でカルシウムを取って、そのカルシウムは腸管を通って血液中に、吸収されます。で、血液から骨という形で、運ばれていくわけですけれども、腸管から、血液に入るときにとても大事な栄養素、ビタミン D がないとなかなか吸収されないんですね。で、吸収されたもの、今度骨に、骨を形成するにあたってはタンパク質やビタミン K、リン、マグネシウム、このような栄養素が必要になっていくわけです。多くの栄養素が必要というところもお分かりいただけるかと思います。こちらは1日のカルシウム量です。年代別でお示ししておりますが、ご覧の通りなんですけれども、小さなお子さんから、高齢の方まであまり推奨量としては変わらないんですね。かなりの量を必要で、言うならば生まれた時からでしょうか、一生涯カルシウムを補給していかなくてはいけないということになるかと思います。ここからが本題でしょうか。骨を元気にさせる食材と、言って、一通りちょっとこちらの方に挙げてみたんですね。カルシウム、何をもってもカルシウムが必要というところをお伝えしたいんですけれども、小魚を含む魚介類、そして大豆製品、乳製品、葉っぱものですね、お野菜や海藻、ごまなどの種子類、この辺のカルシウム量の、資料としては、今日お配りの、封筒の方にこんな冊子が入ってますので、後ほどゆっくりご覧ください。それと、その他にも必要なものがあったかと思いますけれども、お魚、お肉、卵、大豆製品、乳製品、タンパク質もとっても大事ということ、そしてビタミン K、納豆ですだとか、あとは小松菜、ほうれん草、わかめのようなものに多く入ってますし、ビタミン D、これもとても大切です。サンマ、サバ、イワシ、鮭、ブリ、お好きですかね。
それとあとキノコ類、とても、ビタミン系は必要になっているかと思います。食材ではないんですけれども、お日様、いわゆる、日に当たるとビタミン D が体の中で作られますので、これも、取っていただければ、まあ、浴びていただければなと思います。それでは1日のカルシウム量、食材でどのぐらい取ればいいのというところなんですけれども、牛乳コップ1杯、三角チーズ1個、しらすだとか干しエビのようなもの大さじスプーン1杯、あとは納豆1パック、お豆腐4分の1、ひじき、あとは、小松菜のような青菜ですね、これは小鉢1杯ずつ欲しいところです。これを召し上がりますと、カルシウム的には770ミリ、1日を十分満たします。ということは、毎食のお食事にこれらを入れて